でも丸の内に着きましたけどね。丸の内は乗り換え駅やと分かりやすいように、これホームドアがね青色なんですよね。壁もね、これは昔からですけどね、奥の壁も青色ですしね。線線ごとにこの数字が違うっていうのもね、それもまた名古屋の市営地下鉄ですよね。近鉄は数字を統一しますよね、そういえば、うん、数字が被ることはない、かったかな、あ、いや、被ることはあるか、 E1 と S1 とかだからね。ちなみにね、今先頭の方に乗ってきましたけどね、丸の内で本当は乗り換えるなら5両目って言ったらいいかな、一番あの後ろの車両の方から乗り換えてるんですよ。っていうのはね、丸の内に乗り換えはね、こっちから行けないんですよね。もう家に帰ってますからね、乗り換えはね一番奥なんですよね。ちょっと変わって、あ、ローソンに変わったんや。地下に来るとね、売店もある。前はローソンじゃなかったんですけどね、ローソンの売店増えましたね、よりなんか青が美味しくなりますね。なんでしょう、青に合わせてるんでしょうかね。ハンバーガー入ってること多いんですけどね、あのサークル系が昔入ってた感じがあります。で、鶴舞線の乗り換えはね、こっちなんですよ。ちょっとあんまり人が多いところだとね、あれですけど、ね、今回ダイエットですからね、エスカレーター使わずに、エレベーターも使わずに頑張って歩いていこうかなと思ってますけど、歩くとまた余計に怖いんですよ。まさかですからね、まず階段こんなに制服が始まりに過ぎませんからね。よいしょよいしょ、何だったかな、よいしょよいしょよいしょ、ね、今の段差が終わるでしょう。終わるとね、まだ登るんですよね。これエレベーターも何個にも何個にも分かれてるんですよね。やっぱりこういう風に分かりやすくなってますね、うん、前こんな穴やったっけ、あんな分かりやすい穴やなかった気がしますけど、よし、それで中間点ですね。あちらにこんな感じにね、駅構内の案内は、うん、だいぶと簡略化してますけどね、アップダウンはね、それでもここは昔からですね、なんかギャラリーがよく、うん、昔いろんなのが出てますね。これだけ分かりやすいよね、よっぽど分からなくなる人いるんでしょうね。よいしょ、このね、ここも長いんでね。ちなみにこれね、大学遅刻しそうな時はここを猛ダッシュですね。お札、こんなマップあったんやしな、名駅北から中央のあたりか、確かに北の方って来ないですよね。こっちの南の方ね、富士見付近はね、を散歩するんですけどね、城下町とかね、あっちの方とかはね、散歩コースとしてそのまま奥の方に行きますからね、うん、あら、電車来とるな、どっち、電車が来とるときはここからね、はいはいはい、これがね、鶴舞線のホームの端っこになるんでね、どっち、この音の感じやと
神代の方かな、あ、じゃなかった、赤池や、ネックルね、お、来とったから赤池駅、まあ、今日は豊田市駅、市駅じゃなくてもいいから、それ乗りましょう、よいしょ、結構混んでます、ね、